どうもピロちゃんと申します。低い女シーズン83、3日目の一戦やっていきます。まずは砦がレベル5、雷等はレベル1、回復等はレベル3、黒の封印はレベル4、白もレベル4と。まずは、10凸花さんのティアモしっかり疾風陣雷仕様ですね。キラーランスターン、ティアモの愛想じゃないんだ。まあでもこれでも使いやすいですね。うん、昔ながらっていう言い方になるのかな。自分も昔このいじり方がいいのかなって思ってましたね。これでキラーランスターン持たせることで4ターンにして、とにかく2回殴れれば疾風陣雷発動と。これはこれでありなような気がしますよね。ティアモの愛想も強いんですけど。次に一凸のソティス。献身、献身か。あとは自前スキルですね。で、銃剣持たせてます。次に十凸花のルフレ。これも聖杯キャラですよね。頑張って作ったっぽいですね。なんか全体的に人も、もうちょっと欲しいステータスしてますよね。今日も攻撃力60、最低50以上、速さも40以上、守備魔防も30以上みたいなステータスが当たり前になってきてますもんね。まあ強いんでしょうけども。弓殺しか。なるほど。次に、無凸の闇落ちベルクトですね。こっちの方が先に実装しましたもんね。純正のベルクトより。あれ、武闘祭ベルクトか。実質、純正のベルクト、あ、来てますね。来てますわ。大雄衛戦で来てますね。ベルクトの槍持ってるやつがいたわ、そういえば。ベルクトの槍もだいぶ流行ったんですけどね。とにかく受け仕様のキャラですよね。攻めではちょっとあれなのかなと。エンハンとかあるやつですよね。で、次にドーマ行こうか。ドーマ？え？今光闇ですよね。なるほど。メガクエイクと。一応雷とぶっ壊されるのか。マジか。こんな使い方する？へえ。そっか。で、次じゃない、最後に無凸の闇じゃない、全然闇関係ない。てか祝福あれなんだ、闇じゃない。もう純正のスキルだらけかな。昔すごい使ってたんですけど、ちょっと最近影を潜めてますね。というわけで、ちょっと雷の塔を壊されるのが残念なんですけど、回復の塔あるしな。どうしよう。とにかく、ピアニーあたりで踏む？どうすっかな。スラッシュなんて言いませんけど。イシュタルか。イシュタルで踏んでもいいかな。イシュタルで踏もうか。こうかな。というわけで、おお、一気に来ましたね、左側。次のスキルで踏みます。正解かな。あー、外れなんだ。はあ、こっち正解。そっか、これはちょっとありがたいかも。じゃあ引き戻してもう次のターンから攻めようかな。ドーマーもう結局髪の糸を壊されますしね。いつもやってるね、3ターン待って攻め上がるやり方意味ないので、まさかこんな壊れ方する。あれ？あっ、あっ、そっか、天理シーズンじゃないとメガクエイク発動しないの。あー、こんな情報というか、あー、こういうのあったんだ。あー、じゃあ待ちますか。3ターン目バグかと思いました。じゃあ待ちましょうね。これはありがたく使いましょう。じゃあ配置はこうかな。ジャファールでもしかしてティアも取ってこれる。一級ここなら全然安全地帯ですもんね。勇気か。ちょっと前に出るの怖いですけど。了解した、届け物だ。勇気か。これはなんで
ブーツの効果は？了解した。ん？どういう状態だ？いい曲ですね。届け物だ。あれ？なんで？なんかよくわからんことがいっぱい起きてます。一ポイント満タンなのに。なぜだ？了解した。あれ？二歩進めますよね、普通に。とりあえずこれが配置かな。あれ？どういう状態？これで改めまして雷等のダメージが入りますと。雪か。あ、倒せる。倒せるけどソティス来たらちょっと困るかな。あんまり欲張っても良くないかな。どうしよう。はいはい、こうして、うん。このまま突っ込んでってもありか。いや、ベルクト、ここでエイルで倒してもちょっと面白くないかな。見ていてください。殺しちゃう？こうでもいい。ルフレさん一応回復しちゃうしな。はいはい。こうしてまだ最高度かけれるけど、欲張ってもな。なんならもうさ、あ、どうしよう。死ぬことはないんじゃないですか。速さもないですしね。行こう。こうだ。で回復されてちょっと一発しばかれるけど、ソティスはどうする？エイルで取れます。ジャファルももう取りに行くか。最悪。了解した。ちょっとなるんじゃないですか。パワープレイすぎるかな。倒そう。なんとかなるっしょ。ソティス真下に降りてくる。で回復される。21いけるか。19ダメか。勝てえな、やっぱり激化レイブ。あー、なるほど。さて、勇気か。あ、やべ、ソティスさん強いです。ソティスさん強いです。ちょっと待って、エイルでいける。やべ、強い。まずい。殺しちゃう。まずいです。ダメップか。はいはい。あ、やばい、クロニエ。あれ、どっからバフ入ってる、これ。次のターン消えるか。まずいことになった。受けても大丈夫ですね。速さ結構あるし。これで隠して。あ、絆の効果入った。まあ、まあまあ、勇気か。ターン余裕でしょ。いや、ひどいっすね、このナメプ。一発殴っといても問題ないかな。あ、殴っといた方がいいね。そしたら、回復入る、あ、入るか。届け物だ。勇気か。素直に受けるだけでもいいかな。怠慢ですね、これ。うん。ふみさん、頑張って。回復されるけど全開です。で24反撃は、おお、早いね、やっぱり。そっか、うん、やっぱ強いですね、ソティス。了解した。で、うん、いけそうですね。エナジーと出し、よし、じゃあ締めます。はい、よかった。危ねえ。ジャファルさん取られるところでしたね。とりあえず、まあサービス拠点でもないですけど、なんか嫌な拠点でしたね。はい。はい、続きまして3日目の防衛結果やっていきます。3日目は2名様いらっしゃって、防衛成功と3体撃破と。いやー、うん、安定してますね。なんなんすかね。いや、ほんと正直信じられない感じです。あの、一応新しいフォーマットの新拠点なので、大概そういう場合もう序盤からボロボロになるんですけど、うん、なんかうまくいってますね。うん。せっかくなんでもう2件とも行きましょうか。うん、とりあえず真ん中の方から。こちらはそう、クロニエさん連れてきてましたね。あと右側にヤミリオンくんもいてます。で、クロニエさん、6凸の花にですね。で、B が邪毒と。奥義が結構。うん。やっぱ B にあの螺旋あるかないかで全然性能変わってくるので、
ちょっと、クルニエ使いとしてはちょっと中途半端感があるのかなと思いますね。で、エイルさんは無凸ですね。で、ヘクリリも無凸、ピアニも、無凸、配布のやつですね。で、繊維入ってない。で、最後に無凸のヤミリオン。いやー、もうしっかり、ね、もう攻めの強キャラという位置づけになったんじゃないですか、もうこのこいつは。引けたら使いますよね。遠距離防御4。カイネギスから入れちゃったか。そっか、で、切り返しと。もう無駄が一切ないような気がしますね。ぼっちならってやつじゃない。もうマップスキル軽減か。これ、ナギ持ってるやつですよね。で、もうとにかく一発目にすんげえ、ダメージ入らないんだ。はぁ、なるほど。で、いきます。1ターン目また、取られないんですよね。投石機。結構気にならないのかな。ね、こんな目の前に、壊しやすいし、関節ならポンと危険範囲外から壊せますしね。で、うまいこと、自分の思ってる通りに来てくれてます。で、3ターン目か。雷の塔はダメ。あ、ドンピシャで入ってますね。一番いい場所。で、ヘクリリもさらに。これで55。いや、もうみんな虫ネギでしょ。で、クロネさんが回復のトークをしましたね。で、闇リオンくんも突っ込んでくると。やっぱセオリー通りに来てますね。ちゃんと、クロニエ使いはそうですね。回復の塔が一番怖いので。ただ、この位置に歩行2名。すげえことになります、これ。で、そう。この歩行の訓練場をおろそかにしたがために、クロニエさんかなり低くなってますね。反転は入ってないか。強行上げたいな。リオンくん、あれ？あ、強化と相殺してんのか。なるほど、なるほど。さあ、どうなりますかね。行きましょう。ケンちゃんがリオン取っていきます。これも、特攻してきてたので、リオンは落とすつもりで来てたっぽいですね。続けます。で、ケンちゃんを再行動。で、ピアニー取ってくれましたね。ここで疾風陣発動。仕事します。お仕事、ケンちゃん。で、エイルも取ってと。いや、一人で3体取ってきましたよ。頼もしい。で、次ですね、すごいびっくりしたの。そう、ウルスラがワンパンするんですよね、クロニエを。いや、通常攻撃でワンパンですしね。一応、毎日のようにクロニエ使ってて、クロニエのことは熟知してると思うんですけど、魔防結構高いですしね、40近くあるので、そんなんが、ね、61ですよ。ワンパン。なんか、うまくいってますね。でも、ヘクリリさん一人ぼっちと。一応、ユンヌが構ってあげると。元気出せよと。で、回復ちょっとして、一歩下がってリタイですね。クロニエじゃ多分厳しいと思います。自分の模擬戦で、クロニエ使ってもやってみたんですけど、いや、相当厳しいと思います。はい、続きまして、上の方のリプレイやっていきます。いやー、今回も見せびらかすようにヘクリリ連れてきてますね。いいなー。いまだに肥沃童貞ですしね。最近ミカヤサザー実装しましたけど、あれも欲しいですね。どっちも欲しいですね。両方いてくれたら全然違う用途で、全然違う攻め方できるので、クロニエ使いとしては、両方揃えときたいな。いつ来るんだろう。すいません。続けます。とりあえず、エイルが一凸ですね。子供マリクは無凸。で、攻撃下げか。で、ピアニーは一凸ですね。速さ上げだ。で、最後に無凸のルキナ。なるほど。自前、ほぼ自前スキルですかね。はい。そしたら行きましょう。なかなか面白い動きしまし、してましたね。ルキナの使い方がすごくうまい。こんな、こんなことできるんだ、みたいな。
ぱ普段から使ってないと、うん、ここでチェンジしたり、今のタイミングで多分ケンプフ倒せるかどうかの予測を見に行ってたんじゃないのかなと思いますね。うん。で、ルキナでまた引きも、入れ替えしてと。いや、うまく使えればこれすごく便利なのか。実質最高度3人おるようなもんですもんね、この編成。で、来ますね。ヘクリリのビームが来ます。左側に 薄く雷等も入ってますね。もう先ほどの攻め方とほぼ似たような感じで。で、マリックが来ます。ケンちゃんが落ちちゃいますね。ただ、ここからですね。次のターン。さあ、スーパーデバフが入ります。結構ロソガにしますね、上の方。いや、ここに立ったらもう、4択ぐらい迫られますしね。ここのやつを倒すか、回復の塔を壊すか、歩行の訓練所壊すか、まあ先に強行を壊しとかないといけないかな、このパターンなら。結構事前に壊せ、いや厳しいか、強行ぐらいなら先に壊しといて丁寧な攻め方しようと思えばでき、いやー間に合わないか、雷塔とかうまいこと入れて攻めていきたいのなら3ターンじゃ厳しいのかな。なので、うん、なかなかやらしい配置となっております。でも回復の塔をおろそかにしちゃったのでみんな回復しちゃいましたね。で、マリックさんがすげえステータスになってます。36、36、15、17。もうレベル1で出たかのごとくのステータスじゃないですか、これ。めちゃめちゃ低いですよね。強化の判定やって弱化って重複すんのか。今更なんです、今更なんですかね、これ。すげえマイナスかかってますもんね。もうレベル1のキャラクター連れてきたようなもんなので、ここで、まさかのウルスラさんがワンパンします。弱点属性。しかも防御下に乗ってますしね。とんでもないダメージ出てるんですね、じゃあ。いや、ほんと全然この辺思いがけずなってるような感じですね。へえ。なんとなく作ってみたはいいけど、こんな機能するとは。で、続けます。で、ウルスラさん最高度かけて、ヘクリリ、取れません。なんか追撃装置みたいな入ってたのか。なんかありましたっけ？あ、これか。追撃体系か。でも、ウルスラさん一ポイント減ってたので、ユンヌが救援で駆けつけましたと。で、ピアニーをゲットした。もう一体倒しましたね。三体撃破なので。で、ウルスラさんがここでお役ごめんと。ユンヌもやられちゃう。で、イリーナが、あ、入れ替えてくんのか。で、普通に倒されると。いや、普通に強いですね、ルキナ。ただもうユンヌのね、危険範囲なので、ワンパン50。で、最高度かけると。もう、これで倒せてないので、うちの、守護神、オリビエが立ちはだかります。守備力かなり高いので、どっちも物理ですよね、敵。これかなりしんどかったんじゃないですかね。全然当たらん。勝てそして回復の塔も効いてますね。右上の。薄く入ってます。あ、ここでやられたか。最後、扇なかったら、なんとか耐えて、まあ別に勝っても意味がないので。ということですね。なんかうまくいってます。で、まだ伸びしろありますしね。歩行の訓練所あと2つ伸びるし、強行も今7まで来てるんでしたっけ？一ボイで70までかけれるので、どっちもマックスになったらえらいことになるんじゃないですかね。やっぱり皆さんやっぱこの防御下のこの右のマスを目指してくれるので、ね、思った感じになってくれてますね。いやー、ありがたい。ただ、ちょっと、突破してもらえないと、どこがダメなのかも気づかないので、そこはもう、なんとかバリア中にお願いしたいんですけど、まあ必要経費といったような感じですかね。いやー、なんか本当いい感じで、嬉しいですね。はい、明日も、このままでいこうかなと思います。はい。したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。